はい、ゆたぽんです。先日ね、ちょっとねツイッターでもつぶやいてみたんだけども、コロナのね3回目打ってきました。ワクチンね、ファイザーのワクチンを。でね、最初ね、まあ重症度とかね、その感染の広がり方とか見ながらね、まあ自分はどうしようかなって今回思ってたんですよ。まあね、僕はよっぽどねワクチンを人に打てっていう人間でもないし、そういう人はあんまり好きじゃないし、で逆にね、あんまりワクチン意味ないんじゃないって言って人に打つなっていうのも好きじゃないし、まあ結局ね、何のまあエビデンスもねあんまり強くないものを人にどんどん進めるっていうことが好きじゃないんで、今回ね、まあね、副作用も副反応も結構ね、まあ辛かったりする部分もあるから、今の社会情勢を見たら別にブースター接種いらないのかなとかって思いながらも、まあね、とりあえず打ってきました。そういうね、患者さんと触れる機会も多いからね、まあ一応予防的にっていうことで打ってきたんだけども、まあね、あんまりね副反応も今回は出なくて、まあ比較的ね、まあ筋肉がちょっと痛いぐらいで楽に過ごせてます。打ってくれた市長さんに打ってもらったんだけども、針がね筋肉で硬いですね。硬くて入らないですね。まあ入らなかったわけじゃないんだけどもね、刺した時にね抵抗がすごいあったから、これ筋肉ですよねって言われて、まあ嬉しかったです。まあ打ってよかったなって思いました。まあそれはそれとして、今回の、話はね、その心臓外科医として手術が上手くなるには、まあ偉くなるかどうかは別として、手術が上手くなるのに必要なこと3つを教えます。これね、例えばね、どういうトレーニングせえとか、どういうところに行けとかっていうわけではなくて、もう素質としてね、素質っていうか、まあ基本的な3つのこと、これがあれば上手くなるよっていうことを教えます。でね、最初の2つはね、まあ一般的なことでもあったりとかするんだけども、まあそれを踏まえた上で一番大事なことっていうのがあるんで、まあそれはね、ちょっとショッキングなこともあるかもしれないけども、最後にねちょっとお伝えしようかなと思います。それではまずね、1つ目に大事なこと、まあ、気力体力だね。これはね、やっぱりね、まあまず大事だなって思いました。特にね、心臓血管外科の研修を積んでいくにあたって、これはまあまあ、まずまず大事ですよ。気力と体力がなかったらね、まあまず研修についていけないんだよね。やっぱりまあ、ある程度のね、病院でやろうと思ったら、手術の数も多いし、数入らないとね、手術覚えられないし、うまくなれないし、でやっぱりいろんな手術も見なきゃいけないからね、まあ自分の入る手術じゃなくて時間があれば他の手術も見に行ってしなきゃいけないし、でもちろんね、教科書読む、参考書読む、まあ僕の YouTube 見る、まあそういう時間っていうのはね、やっぱり膨大な時間を割かないといけないし、でだからね、やっぱり気力体力っていうのはね大変なんです。で手術時間自体もね、まあやっぱり長い手術もあるんで、で実際ね、長い手術でね、じゃあ僕5時になったから帰りますっていうのはね、まあ働き方改革だからね、あんまりそういうこと言うとまあ戦いちゃうかもしんないけども、でもやっぱりね、最初から最後まで手術って流れで成り立ってるものなんでね、心臓外科の手術って起承転結があるから、結構ね、そのフラットな他の手術と違って心臓外科の手術って結構激しいんでね、やってることが数時間のうちに、だからやっぱりね、その流れっていうのがね非常に大事だし、どういうところでどういう判断をね、まあパンポンポンって判断をしなきゃ、早い判断をしなきゃいけないから、心臓手術っていうのはどういう場面でどういうことを持ってどういうふうに判断しているのかっていうのをずっとやっぱり見てなきゃいけないから、まあ一部分だけ切り取ってみてね、真似しようっていうのはやっぱり難しい話だから、やっぱりまあそういったもの、長い手術にも入れなきゃいけないし、で実際ね、自分がオペレーターになった時に、まあ自分しか切れないようなね、手術、難しいような手術が、例えば10時間かかる大きな手術があって、でもまあね、僕5時から予定あるから帰りますよっていうことはできないわけだし、だからそういったことでもね、そうだし、あとはまあ今の季節なんかね、うちの病院もそうだけども、まあ若いのがねよくやってくれてんだけどもね、もう本当に2立て3立てで緊急のね帰りが来たりとかっていうのは当たり前のことだから、
だからまあそういったことでまあ経験を積んでうまくなっていくっていうのがあるから、それのね経験を積めるような気力とか体力っていうのはまずやっぱり必要ですよっていうこと、これはまあやっぱりね絶対条件だね。であとはねもう一つ、まあそのね気力体力にもまああれなんだけども関係してくるんだけども、まあまあまずまずね努力をせよと、勉強せよっていうことですよね。でやっぱりね、まあ勉強しない努力をしない人っていうのはやっぱりできないわけで、まあじゃあねどういうふうに努力するのって言われたらね、まあそれは人それぞれなんだけども、まあ極端な話ね、例えばまあまあ僕はねこの逸話は結構好きなんだけどね、巨人軍時代のね松井選手がね、まあリーグ戦の最中に負けた試合の時に他のメンバーはみんな街に繰り出して飲みに行ってたのに、松井選手だけ宿舎に残ってバットを振り続けたとか、まあもちろんねやっぱりそういうのはね、しっかりと時間を取ってやらないとできないことだし、まあ努力練習っていうのは必ずしなきゃいけない、これはねやっぱりこれも時間がかかるわけだから、まあどういう理由があれね、ちょっとねここはね意味深な感じで言うけども、どういう理由があっても努力の量っていうのはやっぱり絶対的に多い方がいいから、最近はねまあ働き方改革ってまあさっきもね話に出たけどね、なんかどっちかっていうと努力しないで最大限の結果を得たいっていう人たちがまあ多いみたいだけれども、やっぱり努力しなかったらそれなりのものしか得られないっていうのをやっぱりそれは理解した上でそういう働き方をした方がいいと思うし、やっぱりねもっともっと上を上をっていうんであれば、やっぱりねその反映されない時間、まあ労働に反映されない時間、そうやって夜中の宿舎でバットを振る、そういう時間っていうのがないとやっぱり人のよりも上にはいけないよっていうことだよね。だからまあそういうまあ努力をしなきゃいけない、これはもう当たり前のことで、まあそのね気力体力と努力で、これはねもう絶対すべきものだし、してないとまあまずまずついてこれないよっていうことなんだよね。だからこれは必ずやった上でっていうことね、これをやった上で、これはねもう絶対的にやるベース、みんながやるベースだと思ってください。これができなかったらもうまず無理だから、まあ一生多分下働きで終わるような状況になっちゃう。でその上でね何が大事か、一番大事なもの、これはね才能なんですよ。ね才能がない人がね努力してもやっぱり手術はできるようになりません。でまあある程度のところまでもちろん行くんだよ。だからまあ例えばね、まあ努力して努力して、例えばまあプロ野球もね、僕はあんまりプロ野球見るわけじゃないから、なんでプロ野球に例えるのっていうことなんだけども、まあ日本で一番ね、まあ、まあ普及してるスポーツ、まあよく見られてるスポーツとしてまあ例えちゃうんだけども、まあ努力してね、まあ頑張ってね根性を出してね、勉強して、プロ野球選手になりましたいう人って、まあそれなりにね、まあもちろんそれもでも一部なんだけども、まあそういう人たちは頑張ってそういう風になれるんだけども、それでもねその中でもさらに上に行ける人たちっていうのはやっぱりね才能がないとそこには行けないんですよ。だからね才能があるかないかって結構大事なんだね。だからまあ手術見ててもね、やっぱりまあ1回2回の手術じゃ分かんない場合もあるんだけども、才能がある先生と才能ない先生っていうのは結構分かれちゃうから、まあだけどねそれがね分かりにくいんでね、心臓外科の場合ってね、まあある程度ね責任を持って執刀できる立場っていうのはもうほぼほぼその病院の部長にならないとなかなか難しいわけだから、そうなってからねある程度この人才能あります、才能あんまりないなっていうのがこう分かれてくるんだけども、そういう立場に立てる人自体がまず少ないから、でそこに行き着くまでに結構時間がかかるから、なかなかね早い段階でね、あ僕才能ないからやめますとか、あ君才能ないからやめた方がいいよっていうのはなかなかね出てこないんだよね。でまあ努力とかね、まあ根性とかそういうのでねある程度のところまではいけるから、まあだからそうやって
まあ過ごしていく先生たちは多いんだけれども、やっぱり上の上に行こうと思ったらこれはもう才能がないとどうしようもないので、だから僕なんかもね結構見学のね先生たちがね結構聞いてきます。まあ心臓外科として成功するにはどうすればいいんですか。まあ僕は別に成功まだしてる、完全してるっていうわけではないんだけども、まあ僕の年的にはねそれなりのことはやらせてもらってるけども、まあ、あの手術うまくなるにはどうしたらいいんですかっていうことをまあいろいろ聞いてくるけども、まあ具体的なことはねまた別の回にお話しするとして、まあ努力ですか、まあ時間をねいっぱい割いて、根性を見せて勉強することですか、いろいろ聞いてくるんだけども、まあそれはねみんながやってることだし、やらなければそこはもうまずスタートライン立てないから、それはまあ当たり前の話としてやっぱり才能だよっていう話はしちゃいます。まあ僕に才能があるんでしょうか。まあだからね、まあ才能うんぬんっていう話はしたけども、まあ才能がなくてもね、まあ努力次第でもちろんある程度のね位置まではいけるわけだし、まあそれね自分に才能があると信じてみんな頑張ってるわけだから、まあ画面の前のあなたも一緒に頑張りましょう。それじゃあバイバイ。才能があるないってね、実際にやらせてみてある程度期間見ないとわからないんだよね。下働きの時はすごい光ってる先生でもね、手術やらせてみると全然っていう人もいるし、そのまた逆もしかりです。それじゃあ